餃子より餃子か。あ、いや、あのじゃあ、初音。
料理面に来てくれたしね。分かってるよ。あの時は初めて生のゼロスに会えて感動したな。あ、弁当終わったら一緒に餃子食べに行こうね。イベント終わったら、イベントってなんだっけ。あれ、そういえばうちのキットに会って何かイベントするって言ってたような気がしたけど、キットさん、聞こえますか。え、カルマリカじゃないか。どこにいるんだ。よかった、聞こえてるんですか。今、キットさんたちがいる地球の中に直接通信しています。え、まあ、それは置いといて、実は栃木の時空をめちゃくちゃにするとき、アーモンペンダンダークゾーンのバリムダーというやつがいるのですが、キッドさんとゼロスさんの計画していた管理イベントを実行できないよう時空をねじらせて運命を変えてしまったんです。だから記憶がなくなってしまったのかもしれません。そうだったのか。このステージの前の人たち、もしやみんなイベントを楽しみにしてくれていたお客さんだったのか。全然思い出せない。確かにうちの近所に会いに来たことはわかるんだけど、何をやるかまではすっかり記憶にない。お客さんがこうして目の前にいるのにどうすればいい。まずは僕が時空を変えた情報人を探し出し、なんとか時空のレジェンドを持ちます。それがすぐワリムダーを探さないと。あ、でも何、そんなことがあるんだ。いや、ここは落ち着いて。誰、みんなの歩くところに大きな石なんか置いて公共マナー違反だよ。しっかりって。バリクダーってやつを倒さないことにはイベントを実行できない。
その肝心のイベントの内容が思い出せないな。とにかくバリムダってやつを探してカムガイさんに知らせないと。行こう。そういえばなんか他にも嫌な予感がするんだよな。まあいいや、とにかく